ロボットが出てくるアニメっていうのはほとんど 100% に近いぐらいテレビで見てます。そういうところからこういうデザインになったかとは思います。で、私がこれを作ってるのはいろんな人に喜んでもらえるものを作りたいというところで、少しでもその昔の夢に近づいていく一歩だと思ってます。Standing at 28 feet and weighing in at 5 tons, the LW Mononofu is a life-size robot that was built by one man. LW Mononofu を製作した南雲正明です。2011年から始めまして、2017年の期間、6年間を費やして製作いたしました。Masaaki works as an engineer at Sakakibara, a company that develops machines for agriculture, but they also make life-size robots that people can operate for fun. And Masaaki, along with his colleagues, have built them all. 自分の力だけで走るんじゃなくて、やっぱり何かを道具を使って移動できるものっていう憧れがあったというか、やっぱりそれ自体も動くっていうことですね。動くものが楽しいっていう感覚でものを作ってます。So when Masaaki's job tasked him with creating a robot to help promote the company, he referenced one of his favorite animes as a kid, right? はい。ガンダムというのをよく見てまして、8歳とか9歳ですかね、10歳ぐらいまでなのかな。それを見た影響というのは多分大きいですね。思い出すというか、再度調べて、そういったものに近づけられるようなものを作りたいと思ってやってました。But just building the robot wasn't enough for Masaaki. He wanted something that was bigger and better than his previous models. He poured his heart and soul into making the LW Mononofu fully operational. It can move its arms, its legs, and has a gun that shoots sponge balls. It's his greatest creation yet. これを作るのは本当に楽しんで作ってるんですか？楽しくないです。楽しくないんですか？やけどするし、重いし。汚れるし、何も楽しいことはないですよ。子供の頃見てたアニメというのはもう素早くて、人間の能力を超えてるものはロボットですので、そういうところでの違いで、やっぱりまだまだ私の描いているものとは違います。アニメっぽく乗ったなと思わせるものは作ってるとは思います。人間が考えたことは何かしらいつかは実現できてるんだと思います。小さな子供が見て乗って、自分と同じような考えを持って自分が乗りたいものを作るっていう、その子の礎じゃないですけど、少しでもなっていけばもっとすごいものが作れていくんじゃないかと思ってます。